こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯はアジのなめろをだし茶漬けを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回はね、アジのなめろですよ。もうね、なんか食べるとなんかホッとするような、安心するような、そんなお味の一品でございます。ただね、ところどころね、白だしを使ったりとかしてね、ところどころ手を抜きながら作っております。なんだろう、一番の手抜きポイントとしては、アジはね、もう三枚おろしになったのを買ってきてるところですかね。まあまあ、三枚におろし、おろすのはできますよ、できますけど、やっぱりめんどくさい。めんどくさいのと、あとね、なんかあれじゃないですか、内臓とかなんかね、臭いじゃないですか、まな板汚れちゃうし。っていうので、スーパーとかだったら言えばやってくれますから、3枚におろしてくださいと、いい皮も取ってくださいと言うと割とやってくれるところが多いので、ね、自分で3枚におろすのもいいんですけど、ちょっとめんどくさいなっていう時は3枚におろしてたものを買ってくると、まあ簡単に作れます。で、やっぱりね、こういうのはね、お酒の締めとかにこういうのが作れるとなかなかいいんじゃないでしょうか。はい。ちなみにね、お魚料理は花粉症対策にはすごくよくって、詳しくは、この、アイマークのところに花粉症対策についてお話をさせていただいてるんですけど、大体その、2日で6食食べるじゃないですか、普通に食事をね、2日で6食食べる中に1食はお魚料理がないと結構アレルギーになりやすかったりとか、あと、アレルギー体質には結構なりやすいんですよね。なんで、お魚だけじゃなくって、オメガ3って言ってね、あとチアシードだったりとか、アマニ油、エゴマ油などオメガ3と呼ばれるものを積極的に取ってあげると、花粉症の、そのアレルギー体質の改善にはなるんですけどね。そのお魚以外の、そのチアシード、アマニ油、エゴマ油ってあんまり一般的じゃなかったりするので、まあまあ一般的にね、食べやすいお魚料理を毎日の食事で増やしてあげると、これからの季節、花粉症の季節、アレルギー対策にはすごくおすすめです。あとね、ちなみにお魚のその油のオメガ3っていうのは、女性ホルモンのバランスを整えてくれるのにもすごく効果的なので、女性ホルモンのね、バランスが整うことによって、こう美肌には欠かせないコラーゲンとか、あとヒアロン酸の生成が活発になるので、美肌効果も高まりますよ。コレステロールの低下にもつながるので、ダイエットにもすごく おすすめだし、美肌にもすごくおすすめなので、ぜひ作ってみてください。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。アジのなめろうは薬味がしっかり入ってて爽やかで、とっても美味しくて、で、焼きおにぎりの香ばしさと合わさって、とっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司イベントの作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。